2時間の間。うん。ほら、もういいでしょ、もう2時間ぐらいだわ。佳佳呀，你有多长时间没有学习了？毎日ね。グー誘ってない。グー誘ってない。悪いな友達。だからね、グーがね別にいたっておかおかしくない。だから行かないでください。だからグーが行かないとおかしくないって意味によっしゃま。だから親ぞは。はそう。行かないとおかしくない。でもグー1時間どうせルール破るから。だったら次は。そりゃ最低。じゃじゃや。你看看，一週間、二週間やってなかったね。勉強してなかったよ。それが何か？お勉強はしてなかったよね。逆にお勉強するのはできたことなんじゃないよ。ね、ずっと外で遊んでたね。毎日毎日、5時半が。毎日ありません。毎日やってます。毎日じゃありません。ねえ、パパのこれ。じゃあ、ママに2時間くらいは。ママに。ねえ、パパの枕はね。いいじゃん、2時間でも。ダメです、ジャジャヤ。もうやりすぎるよ。え、いつもじゃないよね。これはママのセリフだよね。じゃあトレイシー、ママの気持ちわかる？じゃあ今日中止すればいいだけの話じゃないの？そうだね。いつもこう言ってるのね。結局は。じゃあやっと終わってから行く。じゃあしないと、これからもうあのお休みとかのルールになってね。ああ違う、やってから行く。何を？お勉強やってから。ママのお勉強絶対遅くからダメ。ママのお勉強はダメ。帰ってからやるもの。それはダメです。じゃあ講習は？講習は失敗です。毎日ね、お友達と遊んでたらよね、5時半まで。やりすぎるじゃん。それで勉強も全然してないし、宿題もさ、いっぱい間違ってるし、怖くね？怖くなんかない。ダメです。じゃあ1時間。まだね、余計に使うわ。毎日お友達とね、外に遊んできたよね。それでもう夜遅くまで。毎日じゃありません。もうダメです。だから1時間の間って。ありがとう。